ポシコ・バラバンは、ユーゴスラビア・リエカ出身のサッカー選手。元クロアチア代表。ポジションはフォワード。初期リエカに生まれたバラバンは、地元の HNK リエカでキャリアを始め、1995年から2000年までの間で97試合21得点を記録。特に1999から2000シーズンでは、チーム内最多の15得点を挙げる活躍を見せた。結果。 同リーグの競合へのディナモザグレブから注目を集めた。翌シーズンにディナモと契約後も変わらず得点を量産し、再びチーム内最多の14得点を挙げた。翌2001から02シーズンはディナモで2試合出場後、2001年8月に週休1万5000ポンド、遺跡金580万ポンドでアストンビラ FC と5年契約を締結した。 アストンビラ着実にステップアップしていたかに思われたが、在籍2年半でわずか8試合無得点と居場所を見つけられず散々な結果に終わった。2002から03シーズンは、フルスノディナもザグレブに期限付き遺跡で復帰すると、24試合15得点を記録し、好調さを見せていたが、2003年12月に、アストンビラから契約解除が言い渡された。 2007年7月4日にタイムズ氏が選定するプレミアリーグでプレーした50人の最悪な選手の一人に選出されたクラブブルッヘ2004年1月20日に自由遺跡でクラブブルッヘと契約したバラバンはアストンビラ時代とは打って代わり定期的に得点していき1試合で4得点上げる活躍を見せたことでファンからスーパーボスコの愛称で親しまれ 素晴らしい時間を過ごしていた。しかし、2006から07シーズン終了後に、クラブが、同シーズンの得点王に輝いたフランソアステルシュルと、契約したため、バラバンは、フルスのディナモザグレブへと戻っていった。晩年3度目のディナモザグレブ、ギリシャ一部のパニオニオス GSS を経て、2012年2月に、マレーシア一部のセランボール FA と契約を締結し、 14日のケランタニ FA 戦で初出場を飾ると決勝点を挙げた。以降20試合12得点を記録し、AFC カップ2013出場権獲得に貢献したが、双方合意により契約延長することなく対談となった。U-21 代表を経て、2000年8月16日のスロバキア戦で A 代表初出場及び初得点を記録。 2002FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では全試合に出場しラトビア戦でのハットトリックを含みご得点を挙げ予選突破に貢献。2002FIFA ワールドカップの一員に選出されるもグループリーグの全3試合をベンチで過ごした。2003年2月から2004年8月までの間に召集されなかったことで UEFA ユーロ2004予選に1試合も 出場することなく、当然のことながら、UEFA ユーロ2004の一員から漏れた。その後、2004年9月2日に 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のブルガリア戦で、久しぶりに復帰し、異行動予選に4試合出場。また、2005年9月3日のアイスランド戦で2得点を上げるなど活躍を見せた。 2006フィファワールドカップの一員に選出されるも、全大会同様に、グループリーグの全3試合を、ベンチで過ごした。2006年9月初旬の深夜に、ザグレブのクラブで遊んでいたところを発見されたことで、スラベン・ビリッチ監督の怒りを買い、同僚のイビツ・オリッチ、ダリオ・スルナと共にロシアとの u e f a ユーロ2008予選初戦に向けた一員から外された。 しかし、1ヶ月後に、同予選の第2試合アンドラ戦で処分された3人の、中で、唯一バラバンだけが召集された。試合は4得点と活躍したムラデン・ペトリッチに代わり、途中出場すると、20秒足らずで得点を挙げ、代表史上最大差勝利体記録に貢献した。バラバンリーブスビラ AB バラバン、S コントラクトターミネーテッドバイビラ、バラバンゴーズ、 バック2ザフューチャー、ザゴジューワーストフットボーラーズタイムズオンライン、ブルーガスナップアップバラバン、イヤホンイカットベカスペレダク。クロアチア、セラニアニカライチクランタン、ボスコバラバンプルーブスヒーズワースザウェイトティー、チームツーギブバラバンへトライアウト、クロティッシュズトリオフリークトナーハディスコ、トリップラウス、ペトリックインスパイアーズクロアチアンレコード。ありがとうございます。